どうも、はやぶさです。お疲れ様です。今日もマインクラフトをやっていきたいと思います。今日は、いろいろやっていきたいと思います。この屋根がまだなんで、屋根も作ってあげたいですし、あとですね、このパンダ、これ密集しすぎなんですよね。ちょっと表示をことに分けていこうかなと思いまして、それもちょっとやっていきたいと思います。先にここをちょっと屋根つけてあげようかな。同じ深層岩があれば深層岩の屋根が作れるのではないかな。こんなか。深層岩の丸石、あとですね、これここの前に作った スイカ回収機なんですが、こんな感じですね。こうやって徐々に取れて、今ここにスイカの場合はもう入りきらなくなったので、スイカブロックにして、でカボチャを何個か取ってみました。この村人、実はこの村人2代目なんですよね。どういうことかと言いますと、この村人、昨日猫の動画上がりましたよね。猫の時に多分ちらっと見えましたけど、村人ゾンビになってたんですよ。僕はそのまま寝た影響で、多分晴れになっていなくなってました。で2代目ができて、でこの村人と交易。でも前回の村人となんかこっちの方が良くなってるんですよね。それも、ここにパンプキン、食べ物が出て、きらめくスイカになってます。食べ物系統が増えましたね。で、じゃがいもの状態なんですけど、こんな状態ですね。でここもちゃんと青くなったじゃがいもも、6じゃがもここに集まるように分けております、ね、で6じゃが、こんだけ取れたら6じゃがも結構取れてるはずなんですけど、調整されたんですか、ね、まあこの方がいいんですけど、結構前のバージョンでも同じようなの作ってたんですけど、結構毒ジャガが場所を取ってたりするんで、じゃあ屋根を作っていきましょうか。簡単に作っていきましょう。あと扉もつけてあげないといけない。これで、あとは
の便で上がれれば上がれないこともないのか。上がってみましょうかね。こうしたら上がれるね。よし。他の村人さんが購入。ここは上がれないかな。上がれないのね。よし。じゃあまあ決めて。足場を持ってくればよかったんですけど、持ってくるの忘れたんでね。黒い屋根もいいですよね。で、どうしようかな。ここをまあ丸石を置いといて崩して下狙ってるつもりが。え？何？よし、扉もつけてあげにいけないですね。よし、ちょっと寝ましょう。扉持ってってあげたいな。扉なかったけど、扉の材料はある。扉がない家には扉をつけよう。あと今降りてきてしまったので必要なブロックを持っていきたいと思います。行けばいいでしょうね。もう一回上に。いや、今度はちゃんと扉を。何？寝たぞ。誰に襲われた？え？あの短時間で？寝てたよね。優秀な村人を失いました。まあまた候補を作っていくしかないですね。そっか、どこから入ってんだあれ。畑に湧くのか。それはないな。入ってきてんのかな。となるとこれとこれって、もう今日は整備会だな多分。
村の整備会ですね、これは。他の村とかはちょっと切れ方、端っこが切れてるんですけど、ここはどっちかといえばつなげといても見た目は良くなるんではないかなと。そしてこれを崩して、ここですよね。ここに柵をつけてあげたい。多分この角もちょうどつけておいてあげた方がいいかもしれない。こんな感じで柵をつけとけば多分入らないんじゃないかな。あといいことを考えた。いいことっていうか安全なことを考えた。この畑も一応、あ、候補が来た。はい、どうぞどうぞお入りください。え、どっから取った。入るな。いや、そこ入るんじゃねえの。ちょっと固定しなければ。ああ、次ビートルートか。交易して売って、そしてスイカも売って達人にします。そしたら秋人参ですね。あ、まあリンゴもいいっちゃいいけどな。リンゴか、リンゴもいいですけどね。このゾンビ治療の時に役立つとなると、忘れちゃいけないのが扉です。あ、つけてた。で、そして家の状況は、あ、いいですね。そしてつけてあげればちょっとは この辺りに この辺りでいいか。あとちょっとそこのですね、そこの上がったとこら辺に来ようとしたのに、
危険な場所に来ようとした。何号機がいいかな。こっち見てると1、2、3、4、5、6、7、8、8個に1、2、3、4、5、6、7、8。感じで置いとったらどういう風に見えるかですね。夜、これを敵も防げるんじゃないですか。一旦は一応と昨日の猫ちゃんを見てみましょう。こんな感じですね。で、今は3代目村人、農民がここに。じゃあそろそろやってみますか。あれ竹素材なんで、一旦竹素材をやりたいのですが、ジャンクの木はいっぱい。できる。で、これを。買わないものを預けとこう。ここに食料が溜まっていくって言って。これも今いらないか。いや、これは持っとこうか。で、もうちょっと作ろうか。そして、ああ、ジャングルに沈む夕日っていいですね。では寝ましょう。はい、じゃあ作業を進めていきます。そしてパンダですね。パンダ、あ、ちょっと待った、パンダを動かすね。あれはリードが使えないから、またちょっとここの竹を拝借して、よし、ちーっとここの竹を拝借しての、竹製造機も作ってもいいですよね。それ狭くはしたくないんですよね。で、7種類分ですよね。まあここに、まあ一般的なパンダを入れると。ですね。
したか、すずくん。で、ここに一般的なパンダ。多分柵の量も一緒にした方が1、2、3、4、なんで入り口ちょっとでかくしとかに入れないですよね。じゃあ普通のできたら普通のノーマルパンダを連れてきたい。1、2、3、4、5、6、あ、7いけるのか。ということで、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。今パンダの、個別の柵ができたところなんですが、ちょっとね、パンダを動かすのがちょっと時間がかかるのでね、一旦まあ、2分割にしようかなと思いまして、まあこのか、このまあこんな幅で足りるとは思うんですが、はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。で、次の動画もお楽しみください。次の動画はここができたってことは、そう、あのパンダたちを多分ですよ、移動させます。それでは。